時刻は19時32分、外気温 18.6 度です。はい、ではですね、日も暮れていい感じの雰囲気になってきましたんで、早速ですね、山芋鉄板作っていきたいなと思います。というわけで準備するものがですね、まずすりおろした山芋、これが1つ、卵が1個、めんつゆ、ネギ、最後にバターですね。これだけでね、山芋鉄板作っていこうと思います。なんでまずはですね、こちら、この卵の黄身と白身を分けます。できるかなこれ。お、でもいい感じに割れた。これいいじゃん、いいじゃん、よいしょ。マジかよ、全部入ったし、しかも殻、マジか。もうさあ、これ黄身だけ取れるか。卵1個しかないけど、まあいけるじゃろ。頑張れ頑張れ、黄身頑張れよ。大丈夫大丈夫大丈夫、よっしゃ、うん、オッケー。こっちは黄身の方はこっちにとりあえず置いときまして、この白身ですね、これをまずですね、こっちのすりおろした山芋にとりあえず混ぜたいんですけど、これ大丈夫か、溢れんか、大丈夫か、今日の流れ、これ溢れる流れやぞ、大丈夫か。そっとね、そっとそっと混ぜよね。今日の流れ、これ完全に溢れてドシャーっていくパターンの流れやけ、すげえ、あっ、あ、いった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 、あやってもうとで、これちょっとなんとかしときます、後で。とりあえずこれをどうにかします。いやーマジでね、これ気をつけんと、ほんと今日大惨事が起こる可能性があるね。ちょっと身を引き締めていかんといかんっすね。でもね、一個だけね、ちょっと腑に落ちてないことがあって、いつもですね、朝見るニュース番組があるんですけど、それでね、占いしてるんですよ。で、今日もですね、出かける前にその占いだけ見てきたんですけど、11月生まれね、1位だったんですよ。なのにこのざまですからね。いや、おかしいわ、ほんとに。どういうこっちゃねってなりますからね。でこのとろろもね、あの飯盒があるんで、本当はねそこに移して混ぜればいいだけの話なんですけどね、やっぱこれはキャンパーの坂でね、洗い物増やしたくないですね。なんで俺はここで頑張ります。はい、じゃあ続きましてめんつゆです。これをこぼれないように気をつけながら入れます。あんまり多分いらんぞ、このぐらい、このぐらい、やばいぞやばいぞやばいぞ、漏れる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 、こぼさんように気をつけながら混ぜましょう。あの皆さん、でもあれですよ、ほんとめんつゆ入れや、何でも美味しくなりますからね、大丈夫ですよ。よし、じゃあ焼きましょう。まずね、フライパンがっつり温めます。温めたフライパンの上にこれバター乗っけます。たっぷりいきましょうね、たっぷり。ちょっとなんか日が暮れてからですね、羽アリみたいなやつがなんかいっぱい出てきてますね。まあこんなもんいないのと一緒なんで気にしないようにしましょう。じゃあね、バターいい感じで溶けましたんで、山芋ぶっ込みます。で今日ですね、ちょっと蓋を持ってくるの忘れましたんで、こちらのアルミホイルで代用します。これね、本当はですね、下からじゃなくって上から火を当てた方がいいんですよ。なんでね、本来はね、あのスキレットみたいな、こう上に炭を乗っけれるやつ、あれでやると上手にできます。まあ今日はね、アルミホイルだしね、なんか上に乗っけたらくっつきそうで嫌だったんでやってないです。まあほぼほぼ OK ですけどね、もうちょっとだけ待ちましょう。というわけでビール3本目いきます。本日の3本目、これ新商品ですかね、サントリーブルー、いただきます。じゃあ乾杯。あー、うまい。いやちょっとね、甘いですかね、甘い系のビールですね。というわけでね、もうこれそろそろ OK にしましょう。はい、引き上げます。よし、じゃあね、いきますよ。山芋鉄板出てこいや。どうでしょう、こんな感じでいい感じの焦げ具合ですね。じゃあここにちょっとトッピングしていきます。で前回食べた時はですね、これポン酢でさっぱり食べたんですけど、今回はですね、こちらこのお好みソースでね、ちょっとこってりした味付けでやっていきたいと思います。ちょっとね、羽アリみたいなやつがめちゃくちゃ飛んでくるんで、カメラのライト消しました。というわけでね、味付けしていきます。まあ皆さんあれですよ、あのところどころね、羽アリ入ってますけど、あまり気にしないでください。キャンプなんでね、こんなん気にしとったらマジできんすからね。続いてマヨですね。この上にですね、こちらこのネギをね、もうこれでもかと言わんばかりに乗せます。真ん中はね、開けとって両サイドに乗っけていきます。オッケー。で締めに取っといたこの卵、これをね乗っけます。はい、ちょっとね割れちゃってますけど、まあよしでしょう。こんな感じで山芋鉄板お好み焼きバージョン完成です。じゃあね、早速これつついてね、一杯やっていきましょう。お好みでちょっとこれとこれは足していこうと思いますんで、ここにスタンバイしておきます。じゃあね、いただきます。この辺からガッガと、こうピザ方式で切りましょうかね。ガスッと、ちょっと、はい、入ってますね、あのあれが。まあ気にせんときましょう、気にしようと切りないです、こんなもん。じゃあね、見た目はかなり微妙ですけど、いただきます。うん、
うまい、最高、これいいわ。やっぱキャンプの夜は山芋鉄板っす。いやでもよかった、ほんとこの晩ご飯がねちゃんとできて、あのパターン完全にひっくり返したり大失敗するパターンの流れで今日昼間からずっと来てましたけど、いやマジよかったわ。こんな感じですよ、ちょっと暗くて見えないかもしれないですけど、いただきます。うん、最高、マジでめっちゃうまいわ。ビールとの相性最高ですね。うまい。あのポン酢でねあっさり食べるのもすごいいいんですけど、このソースで食べるのもめちゃうまいっす。とにかく山芋鉄板がうまいっす。焚き火とかでもね簡単に作れるんで、すごいこれキャンプのご飯としてはね最高のつまみです。というわけなんでね、これゆっくり食べたいなと思います。時刻は21時13分、外気温 16.5 度です。はい、ではですね、先ほどの山芋鉄板も食べ終わったんで、最後焼酎飲んでねグダグダ言って終わりにしたいなと思います。というわけで本日飲む焼酎こちらです。これね、本坊酒造株式会社って言いますかね、本格芋焼酎青天桜島、なんていう、こう非常にスタイリッシュというか、こう透明でね綺麗なボトルなんですけど、今日はですねこちらを久しぶりにですねロックでいただきたいです。じゃあね、青天桜島のロックです。いただきます。うんうん、なんかねあっさりめなフルーティーな感じかな。うん、まあどっちにしてもねうまいっす。飲み口はねかなりあっさりしてますんで、結構いける感じですね。美味しいです。あ、うまいね、ほんといいじゃんこれ。好きやわ、こういうタイプの焼酎って。うん、うまい。いやいいっすね、非常にこれ自分好みの焼酎ですね。で今日ですね、ちょっと YouTube でライブしようと思ってますんで、この焼酎はですねそのライブの中で、まあ、ちょっとね飲もうと思ってますんで、動画的にはね今日終わりにしようと思うんですけど、最後にねなんか一つ話をしたいんですけど、なかなかね喋ることが見当たらんのんですよでもねほんと今日一日振り返ってみて、マジでもうバッタバタでしたよね。なんかもう最初から割れんって分かってる薪をなんか殴ったりとかねまあそうこうしてたらなんか変なぬかるみにはハマるし、もうバッタバタでもハプニング続きでしたけど、ただね一つ言えるのは、あのハマった時ね、マジでカメラ動いとってよかった、ほんとそれに限る。あの時ね本当はまあいらんカットかなと思って撮影するのやめようかと思ってたんですよ。それをね撮ってよかった、マジで。あれねカメラ回ってないところで落ちてたらかなり寂しいですよマジで。あの全然やらせでハマったとかそういうわけじゃないですけど、いやーよかった本当に。俺もだってすぐチェックしに行ったもんね映っとるかどうかもうこれがねほんと YouTuber の差がですよ。まあ明日はねどんなハプニングが待ち受けとんか分からんすけど、まあこれほどのハプニングはちょっともういらんすねまあそういうわけでね、ちょっとこの後本当にちょっとだけねライブして終わろうかなと思います。ではね、明日はちょっと変なハプニングが起こらないことを期待しまして、おやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。現在時刻が、6時40分、幕内 14.4 度ですね。いやーよう寝た、本当に。今回はね、マジで快眠っていうかもう爆睡でしたね。というわけでも早速ね、外出て焚き火火つけてね、コーヒー飲んで朝ごはん作りたいなと思います。
はい、時刻は7時42分、外気温 17.1 度です。はい、じゃあね、早速朝ごはん作っていこうと思うんですけど、今日はですね、この焚き火で簡単ピザトーストを作っていきたいと思います。というわけで準備するものはこちらです。はい、まずパンですね。本日はパスコの超熟山形6枚切り、こちらの食パン使います。これとピザ用のチーズですね。カゴメの具だくさんピザソース、お酒のお供にトカチの丸かじりカルパス、はい、それと、玉ねぎのスライスで、最後にこちらですね、ブラックペッパー、これだけ使います。じゃあ本日もこの100均の網焼き器使ってパンを焼いていきます。はい、セット。これでね、ほんといい感じに焼けますからね。こないだやった時にあんなうまく焼けると思わなかったんで、ちょっとハマっちゃってね、今日も、パンやりたいなという感じになりましたね。このトングなんですけど、前にですね、道具紹介した時にこの先が曲がってるって言ったんですけど、コメントでですね、ペンチで曲げたら大丈夫ってのを教えてもらったんですよ。まあ、確かにって思って早速ですね、これ曲げてみました。もうつかみバッチリですね。よし、じゃあね、作っていきましょう。こんな感じでね、こんがり焼けましたんで、トッピングしていきます。じゃあね、まずこれですね、具沢山ピザソース、これかけます。ピザソースって初めて使うんですけど、思っとったのとちょっと違うね。で、これをちょっと伸ばしましょう。気持ちほど、こういうなんか最初から具みたいなやつがついとんすね。全然なんか思っとったやつとだいぶ違う。で、この上にこれですね、玉ねぎ、玉ねぎをパラパラっと。で、これチーズですね。せっかくなんでいっぱいいきましょうね。このぐらいにしましょうかね。へーで、これカルパス、これを切って上に乗っけていきます。よいしょ。チョンチョンチョン、ふい、オッケー。締めにですね、気持ちほどブラックペッパー上からかけます。気持ちほどなんで、気持ちほどやっぱパンチを出さんっていうんで、しゃ、オッケー。はい、じゃあね、トッピングはもうこんな感じで OK だと思うんで、これをですね、焼き入れていきます。どうやってやるかっていうと、バーナーもね、一応持ってきてるんですけど、やっぱね、簡単に誰でもできるっていうのをコンセプトでやってますんで、これですね、これ上からちょっと薪の火を近づけて、溶けるかな。もうダメだったらこれバーナーでやろうと思うんですけど、いけるかな。これでできるのが一番俺的にはベストなんですよね。どうだ、溶けおるか、これ溶けおんか。これ全然ダメか、もしかして。話にならん、もしかして。全然ダメや、全然ダメやね。ちょっと考えが甘かった。もう手っ取り早くバーナーでいきますね。ちょっとサラミが焦げてますね。持ってったのと違う結果やな。はい、じゃあこんな感じで完成ですね。サラミが焦げて微妙な感じになってたんで、ひっくり返しました。まあね、見た目的には OK かな。これ上からもう一回チーズかけとる方が良かったんかな。まあいいわ、とりあえずいただきます。いや、バッチリ。ピザソースがね、うまい。ただそれだけ。これ本当はね、もうめんどくさいんでケチャップでやろうかなとか思ってたんですけど、いや、ピザソースの人ってよかった。これだけで多分かなり違いますね、味の感じが。おし、じゃあね、まあお湯も沸いとると思いますんで、コーヒー飲みましょう。本日もですね、こちら、前回同様にですね、沖縄コーヒー、これいただきたいと思います。じゃあいただきます。うまいね、やっぱ朝のコーヒーしみるわ。うまい。いや、いいね、ほんとほんといい。喉かな山の朝っていう感じですね。あとはね、この山の朝の空気と一緒にね、コーヒーとピザトースト、これ食って飲んでしたらね、もう撤収して帰ろうかなと思います。では後ほど。
はい、時刻は9時54分、外気温 30.6 度ですね、撤収完了です。いやー暑い、マジでね。というわけで、いつものね気温の報告をして今日帰ろうかなと思います。まずですね、最高気温が9時9分の 32.6 度、最低がですね5時16分の 12.5 度が今回の最低気温となります。はい、というわけでね、これから安全運転で帰ろうと思いますんで、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とインスタフォロー、あとグッドボタンよろしくお願いします。それではさよなら。